牧片東インター駐車場付近新潟県道9号、長岡栃尾牧線は新潟県長岡市から新潟市西関区に至る県道である。鴨市市若宮町付近。鴨市街は一部一方通行となっているが、岩木通りの古い町並みを解体して、拡幅工事を行い、新たに岩木型アーケードの新設を行う都市計画道路事業が行われている。 新潟市新潟市西館区内にある門田の葉田並行は、読売新聞社選定の新日本外路樹100系の一つに選定されている。蒸気バイパス道路のうち、鴨市中心部から信濃川を挟んで、新潟市西館区6分にかけての区間では現在、整備事業が進捗しており、完成区間が順次開通している。鴨市後、津田地内の旧区間は、道幅が非常に境外で、 集落内を複雑にクランクしている上に、歩道も設けられていない。また、新潟市南、西官僚区境の中の口側にかかっていた、両軍橋の二代目橋梁も老朽化が著しく、進行し、福音が非常に興いな上に9.0トンの重量制限が設けられ一部の大型車が通行できないなど、いずれも自動車や歩行者などの通行上、 大きな障害となっていることから整備が進められた。このうち両軍橋は2009年3月29日に現協梁が開通し、その後協梁部周辺の整備工事を経て全面巡工。協梁部における大型車の重量制限は現協梁開通と同時に解除された。また、カモシカモ神殿と同市前須スダを結んで品野川を 横断する新橋梁鴨大橋が2010年12月4日に開通し、前須田浦ウ田間の気境用区間と合わせ、鴨市中心部と国道8号を短絡するルートが新設された。最後に残った新潟市南区原、ソネ高地内の新経路は2011年度中に全面竣工し、幸町ち6分間の改良事業が完成した。梨の木トンネル京トンネル、 カモシ国町付近カモシ中心部を通る新潟県道9号、ありがとうございます。